This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ高速道路局は県と県とをつなぎ、国のネットワークを拡大する20年間計画を発表しました。チェンダオ野生生物保護区で野生のヒョウが監視カメラに映りました。国際基準を満たすタイ人労働者の人材育成が進められています。警察当局が交通ルールを守るよう改めてドライバーに呼びかけました。それではまず、はじめのニュースです。タイ高速道路局は県と県とをつなぎ、国のネットワークを拡大する20年間計画を発表しました。運輸省タイ高速道路局は、タイ全土に新しい高速道路を建設し、県と県との連携性を高め、ネットワークを拡大する20年間計画を発表しました。この計画は、近代的で効率的な交通網を確立し、地域の連結性と経済成長を促進することを目的としています。先月、バンコクのイースティングランドホテルで行われた記者会見で、タイ国土安全保障担当のピアポン副局長が、タイ高速道路局の長期計画を発表しました。ピアポン副局長によりますと、タイ高速道路局は、高速道路鉄道マッププロジェクトの更新のために、実現可能性の調査を実施しています。この調査は、将来の高速道路と交通網の発展の可能性を探ることを目的としており、今年末までにまとめられ、運輸省に提出され、その後の高速道路建設などに向け評価される予定です。高速道路鉄道マッププロジェクトは1997年から実施され、最近では2016年に更新されました。今回これを新たに更新する計画で、タイを地域の交通と物流のハブに変えていきたいとしています。マップ調査により20年間計画の最初の5年間を第一段階としています。総額4570億バーツで9つのプロジェクトを実施する計画で、331キロの新しい高速道路が建設される予定です。マスタープランの前期のプロジェクトの予算は4132億バーツ、後期のプロジェクトは7759億バーツと見積もられています。高速道路鉄道マッププロジェクトの管理は、タイ高速道路公社、タイ国有鉄道、タイ国土交通局など運輸省傘下の様々な機関が実施していきます。次のニュースです。チェンダオ野生生物保護区で野生のヒョウが監視カメラに映りました。北部チェンマイ県ドイチェンダオ野生生物研究所によりますと、ドイチェンダオ野生生物保護区のプロジェクトは、
峡谷の野生肉食動物の生息地確保と多様性の評価を行っています。生息地を特定し、野生動物を撮影するため森には監視カメラが設置されています。ドイチェンダオ野生生物研究所は、野生生物は個体数が減り絶滅の危機に瀕しており、当局では野生生物の保護、多様性生物の管理などの活動を行っています。ドイチェンダオ野生生物研究所によりますと、7月6日、チェンダオ野生生物保護区内に生息するメスのヒョウの成獣が発見されたと発表しました。このヒョウは、ドイチェンダオの食物連鎖の中でも最も強い捕食者と考えられており、鹿や他の草食動物の個体数に大きな影響力を持っています。これはドイチェンダオで草食動物が草花を食べ過ぎ、自然にダメージを与えるのを防ぐことにもつながります。監視カメラにヒョウの姿が捉えられていたということは、チェンダオ野生生物保護区の森林がまだ非常に豊かであること、そしてレンジャーたちが質の高いパトロールの仕事に献身的に取り組んでいることを示しています。ヒョウはトラに次いで大きい大型ネコ科の動物です。1992年に制定されたタイの野生動物保存保護法によりますと、ヒョウは自然界では絶滅種に分類されており、国際自然保護連合でもレッドリストに指定されています。次のニュースです。国際基準を満たすタイ人労働者の人材育成が進められています。7月23日から25日にかけ、シンガポールのサンテックシンガポールコンベンション&エキシビションセンターで、第13回 ASEAN 技能競技大会、ワールドスキル ASEAN23 が開催され、タイの若い労働者が活躍しました。この技能競技大会でタイは銀メダル3個、銅メダル3個、優れた職人技に対する特別賞のメダル9個を受賞しました。この成績はタイの労働者の潜在能力を反映し、国際基準に沿った技能を持つ労働者の開発が促進されていることを示しています。ASEAN 技能競技大会にはASEAN 地域から180人が参加し、22の分野でその技能が競われました。タイは12の分野で22歳以下の若者24人を派遣しました。タイ政府は将来のために熟練労働者の開発を進めるガイドラインを設定しています。タイは85カ国が加盟している技能五輪国際大会のメンバーとなっています。最近、将来の技能競技大会の開催方法について、技能五輪国際大会のメンバーによって会議が実施されました。この席でタイは、バイオ循環グリーン経済をサポートするような大会開催を提案しました。農業技術、デジタル技術で、アジア諸国には卓越した技能があり、人工知能技術など代替できない専門分野もあります。技能五輪国際大会の会議では、競技会を発展させるためのガイドラインも設定するよう求める声も上がりました。また、タイの労働省では、競技会運営の質を高めるアイデアも提案しています。地域大会、国内大会、国際大会の審査員を務めることができる専門家グループを作ることです。専門家グループがあれば、タイ国内で同じ基準を持った競技大会が実施され、国際基準を満たし、信頼性が生まれると指摘しています。政府は今回、この技能競技大会に参加したすべてのタイの若い労働者を高く評価しています。若い出場者が海外の競技者との間に友情を築き、知識を交換し、経験を積み、それが次世代へと受け継がれていくことを期待しています。次のニュースです。警察当局が交通ルールを守るよう改めてドライバーに呼びかけました。今年1月から交通ルールを違反した場合、違反点数制度が施行されています。警察当局は自動車等の運転手の交通違反などに一定の点数をつけて、その点数に応じて処分を行っています。この制度は減点制で、運転者には最少12点が与えられ、違反や事故などを起こすと、その度に点数が引かれることになります。これは交通事故を減らし、安全を確保することを目的として導入されたもので、警察当局はドライバーらへ
改めて交通ルールを守るよう呼びかけています。自動二輪車のヘルメット着用義務違反、運転中の携帯電話使用、シートベルト着用義務違反、横断歩道停車義務違反などは減点1点、赤信号無視、道路逆走などは減点2点、ひき逃げなどは減点3点、最も重い減点4点は飲酒運転、行動暴走行為などとなっています。罰金を所定の期間内に支払わない場合も1点が減点されます。1年以内に違反を繰り返して点数がすべてなくなった場合、90日間免許が停止されます。免停命令を無視した場合は3ヶ月までの禁錮刑か、1万バーツまでの罰金刑、もしくは双方が課せられます。警察庁によりますと、今年1月9日の施行から3週間で1万1500人が減点されました。しかし最近になり、特に運転中の携帯電話の使用などが増えているとして、違反した場合は減点されることを忘れないよう、安全運転を心がけてほしいと呼びかけています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイ高速道路局は県と県とをつなぎ、国のネットワークを拡大する20年間計画を発表しました。チェンダオ野生生物保護区で野生のヒョウが監視カメラに映りました。国際基準を満たすタイ人労働者の人材育成が進められています。警察当局が交通ルールを守るよう改めてドライバーに呼びかけました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.